モノコとはアメリカ合衆国カリフォルニア州モノ群にあるアルカリ性で非常に塩分濃度の高い塩湖である。モノコはロングバレー噴火の時期である少なくとも76万年前に形成されたと考えられている。灰の層の下の堆積物からモノコはネバダ州とユタ州の大部分を占めていたより大きく古い湖の名残であり、北。 アメリカで最も古い湖の一つであることが示される。ものとは現地のネイティブアメリカンの言葉でハエを意味する。モノコには周辺から表面流水が流れ込む場所であり、湖からの水の流出はない。そのため流れ込む水に溶けている塩は湖に溜まり、pH と塩分濃度の上昇をもたらしている。湖の水にはカルシウムが大量に溶け込んでおり、 固定からは炭酸水が湧き出しているため、水中では石灰石の柱、トゥーファタワーが生成されている。ロサンゼル市水道局が1941年から1990年まで、この湖を水道の水源として利用し湖面が低下したため、現在は一部のトゥーファが水面上に露出しているが、将来的には湖面が昔の水位に戻ることで水没すると考えられている。 モノコはロングバレーカルデラのモノ移行クレーター、火山列北端にあたる地質学的に活発な地域にある。地質学的な活動はシエラネバダ山脈の麓で断層が生じることで引き起こされており、ベースンレンジの地殻伸長とも関連がある。モノコ周辺では火山活動が続いている。最近ではモノコの熱地と島で噴火が起きている。 塩分濃度が高いため魚類はいないが、水中にはアルテミアが、湖畔にはアルカリミギワバエが生息しており、これらを捕食する渡り鳥の中継地になっている。2010年12月2日、アメリカ航空宇宙局は、モノコの堆積物の中からヒ素をリンの代わりに用いる細菌、グフォーチマイナス1を発見したと発表したが、後にこの生物がヒ素を利用することは否定された。 南岸からの眺め、ありがとうございます。